こんにちは。スマホでの音楽ライフをいつも楽しんでる私にとって、こういったね、Bluetooth のワイヤレスイヤホンっていうのは欠かせないものになりました。最初はね、Apple のね、2万5000円ぐらいの高いやつ、AirPods ってやつを使って感動したから買い続けてるんですけども、実はね、3000円ぐらいでも似たような機能のものってたくさん出てるんですよ。で、同じものをね、2個も3個も買ってる私なんですけども、今回はちょっとテイストの違ったやつをあえて買ってみました。今までのは同じやつだったんで、イヤホンなくしてもね、ニコイチにできたりしたんですけども、あえてですね、今回は別パターンのを買ってみましたね。こちらがね、価格2980円の安い、ね、3980円を Amazon のギフト券を使わせてもらって2980円だったんですけどもね。これがね、何が違うかと言いますと、ほとんど一緒です。ほとんど一緒なんですけども、違うのは耳かけタイプに今回してみたんですよ。耳にかけるタイプ。ね、こうやってペリッとめくりますよ。ちょっと箱が大きいですね、今までのと比べてね。高級感があるという。で、耳かけタイプってのはどういうことかっていうと、こういうのがついてるんですよ。こういうのがね。で、初めてやるんですけど、こうやって耳にかけるんで、落ちにくいんですよね。で、今までのって、はっきり言ってね、便利だったんですけども、これをなくすんですよ。はめてる最中に、なんかポロッと落ちてなくなったりとか、なくなって探せればいいんですけども、これが落ちてね、トイレの中に落ちたりとか、あとなんかこうグリストラップの中に落ちてもう取れないような、ほら、側溝の金網の中にポトンと落ちてしまって、もう取れないところとか草むらに落ちてしまったりとかね、そういうの結構するんで買い替えが多かったんですよ。だって1個しかイヤホンが残ってなかったらそれも使えるんですけども、まあ何かと不自由じゃないですか。で、今回はすごいですよ、これかっこいい。こうやって耳から落ちにくいタイプの引っ掛けタイプをね、選んでみたんですよ。これね、こうやって動くんですよね。動くんで、なんだ、つかないな、うまいこと。ああ、大丈夫大丈夫。慣れるとね、スムーズにはめれると思います、このぐらいだったら。で、スマートフォンも自動同期すると思いますんで、ちょっとやってみますね。くるくるっと回ってます。自動で同期すると思います、これも。あ、BX27 ってつけましたね。はい、多分、あ、ちょっと時間かかりますね。30秒1分ぐらいかかるのかな、これ。ああ、はっきり言ってね、今までのやつは10秒ぐらいで、デザリングしたんですけども、今回のはちょっと時間かかるみたいですね。両方外してみましょうか。あ、ペアリングした。初めてのペアリングだから時間かかるんですよ、これ認識に。はい。じゃあ、これで音楽聴いてみようかな。あ、接続しました。コネクトした。ということなんで、音楽聴いてみます。何を聴こうかな。音楽だな、やっぱり。自分の動画の中で、ちょっとすいません、待たせしますね。どのぐらい音がいいのか。お、音いい、すごい。両方つけましょう。あ、これはとってもいいですね。よくって、よその音も聞こえる。あ、外れにくい。安心感がありますね、これはね。いや、これはね、今後はね、これね、引っ掛けタイプに私しようかと思いますね。これを機会に。すごくいいですね。ちょっと、はめるときと外すときと、今までの比べると一手間かかるんですけども、でもやっぱこっちにした方がいいなと思いました。引っ掛けるやつ。なくす心配がないんですよ。特にこれからウォーキング、ジョギング行くわけなんですけども、こう動きますんでね、落ちてなくなる危険性はないかなと思います。いや、買ってよかったですね、やっぱりね。新しいものに挑戦してよかった。あ、 CHA なんて読むか分かりませんけど、ここのブランドです。Amazon で3980円を、限定ブランド2980円でございます。2022年のものなんですけども、まだ年が買ったばかりなんでね、ほとんど新作ですね。素晴らしいと思いますよ。